はい、どうもこんにちは、沖縄おばばです。はい、みけさんかわいいでございますね。今日はねえ、今日は今日はですね。はい。ねはい、皆さんどうもこんにちは、沖縄おばばです。はい。もうね、アウトセーフのやることは、本当に、本当にもうどうしようもないことばっかりなんですけど、 まあ,あ、いいことは、あれですね。電気代とガス代の値上げをしないことぐらいですね。はい。えー、っとですね。えー、まあ、忘れを置いといて。えー、これ日刊現代さんなんですけど、面白い記事が出てきました。はい。えー、まあ、なんというか。はい。えー、実はですね、日本、日本、えー、近畿大学が2018年に、はい。 近畿大学が2018年にあの鳥なんちゃらですね。はい。アルプスのお水から出るあの鳥なんちゃらを分離する方法をもう開発済みだったそうです。はい。まあ、アルミニウムをね、利用してナノフィルターを作るようです。どうやら。で、100%分離できるそうです。 言ってることわかりますでしょうかはい。どうしてこの技術を使わないんでしょうかね利権、えー、でしょうね。簡単です。利権の問題です。こういったものをね、使ってね、あのー、取り除いてね、本当に、あのー、安心なお水にすることもできるんですが、それをやってもね、多分ね、お金にならないんでしょうよ。 っていうことですよね。だから多分やらないんでしょうね。で非常に面白い記事だったんですけど、これこの技術ね。いわゆる近隣諸国ですね、えー、あのいっぱい出してるやつ。鳥なんちゃらをいっぱい出してるしとか系とかにね。高く売れるじゃん。っていうお話です。そしたら日本も潤う,うしね。はい。 日本経済全体も潤うし日本の技術もね世界から注目されるしもう一石何鳥にもなるわけですよはい実はそれを阻んでいるのが他でもないアウト政府と東電ということでございますまあねえー、利権ともう一つあるのは多分向こうのね向こう側から ああ、缶の強を破壊しろって命令が出てるんでしょうね。それ以外考えられませんから。はい。えー、食べられるものを少なくしろ、なんとかしてしろって言われてるんでしょうね。はい。まあそういうことかもしれませんね。向こう側のご命令かもしれません。とりあえずこういう技術があるということを、広くね。 えー、皆様に知らしめたいなと思いました。はい。えー、まあ、お知らせしてね。えー、少しでもお拡散していただければと思います。実は持ってます。日本。すごい技術を。はい。近畿大学の研究チームが開発しました。100%取れるそうです。100%ですよ、100%。ね、どうして使わないんでしょうかね、これをね。 普通に考えれば、これをね、えー、まあ、あ商品化してね、はい、商品化っていうか、まあ、あ企業とね、えー、タッグを組んで、大量に作ってね、えー、まあ、あ海にね、えー、こう、放出する前に、きちんとこういうもので処理すれば、もう一回処理すれば、まあ、安全になるわけですよ、本当に。はい。 それをしないというのは一体なぜなんでしょうかねっていうことです。まあね、勘のいい皆さんはわかりますよね。はい。勘のいい皆さんはわかってると思います。あちら側がどうしてもやりたいこと、はい、えー、いろいろありますから。そのためなんだろうなっていうことは、 お察しがつきますよねということですね。まあ出てきましたよ、いろいろと。はい、出てきました。実は日本はすごい技術持ってますよっていうことですね。はい、これを阻んでいるのは他でもない政府と東電だということです。 それにしても近畿大学すごいですね。こういう技術はあ、もうね、日本で無視されるんだったら、もう他の国にね、売り込んだ方がいいと思いますよ。はい。日本でね、おかしいですよ。この技術を使わないのは。はい。 そういういいことでございます、えー、ますますね、えー、今回のことで日本のカルマがねどん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 大きくなってますからそこら辺は分かりますよね皆さんも感じてると思います。えー、そういうことなんで、えー、もうね、えー、この近畿大学の方ですねこの技術せっかくいい技術なんで日本にね、えー、どうしてもね 日本の政府がね、えー、商品化できない、もうダメだって、使えないっていうふうに言うんだったら、他の国って売り込んだ方がいいと思いますよ。多分欲しい国いっぱいあると思います、こういう技術。日本政府はダメですね。はい。えー、まあ、これ、ここら辺は原武さんも言ってましたね。はい。そういうことでございます。えー、他でもなく、その安全にする技術を、 持っているのは日本で使わないはいそれを阻止しているのも日本の政府と当店だということですはいこちらの記事ね貼っておきますので皆さん見に行ってくださいこれ非常に重要ですでこれね、えー、チャンスだったんですよはい。 これを使ってたら文句も言われないし、そしてね、他の国に技術を売り込んでね、えー、まあ,あ、日本が豊かになる。はい、この技術でね、豊かになるっていうこともあり得たんですよ。はい、潰しましたね。そういうことでございます。それではまたごきげんよう、沖縄おばばでーした。あらかわいいね、チュー。ねえ、ハロー Niii <shrug> Niii <shrug>